こんにちは、タコです。今日は9月の5日、日曜日の午後17時40分です。今日、さっき昼間、ネットフリックスで思い出ポロポロ見ました。思い出ポロポロ。Only Yesterday ってタイトルになってましたけど、それを見て、感想を言おうかなと思って。で、これはですね、あんまちゃんと見てなくて、で、なんか感想を言おうかなと思って、今部屋に入ってきて、た時にも、彼女に、ちゃんと見てなかったじゃんって言われて、確かにちゃんと見てなかったんだけど、まあいいよね。ちゃんと見てなかったこともないと思うな。ちょっといろんなことをしながら見てたんですけど、なんだろうね。面白かったんですけど、なんか30年前ぐらいの映画なんですよね、多分。で、話はなんか女性が、なんか都会でバリバリ働いてる女性が、親戚の、血の繋がってない親戚の、田舎の親戚の家に、なんか夏休み10日間休みを取って、行って、まあ、田舎暮らしをちょっと楽しむんだけど、なんだろうな。まあ、本人は旅行気分というか、気晴らしですよね。都会での生活に疲れてて、田舎いいよねみたいな。田舎が私好きなのみたいな感じで来るんだけど、で、まあ、田舎の人たちもいい人たちなんだけど、なんか、っていう問題っていうか、問題というか、なんかその感じ分かりますかね。その、都会でバリバリ働いてる人が、田舎の、まあ、農家に、まあ、手伝いに来るみたいな、ことがあるわけですよね。で、その時に、ありがたいんだけど、ありがたいし、人手が足りてないし、なんだけど、旅をする人っていうか、そっちに来る人からすると、なんていうか、日常から、まあなんか逃げてきてるっていう感じなんですよね。感じになるじゃないですか。でもそこはもう一つのまた日常が繰り広げられてるわけじゃないですか。田舎は田舎でね。で、まあそういう話なんですけど、なんか、やっぱ旅とか、まあ観光っていう概念最近すごく面白いなと思って考えてるんですけど、そういうものにも通じるなと思ったんですね。で、まずそんな話っていうより、やっぱりなんだろう、最初回想、なんかなんで思い出ポロポロかっていうと、やっぱりなんか過去みたいなものにとらわれてる感じが、の人なんですよね。その女性が。妙子さんって人が。で、なんかその、なんか思い出をポロポロこぼしながら来てるというか、その田舎に。寝台列車に乗って山形の田舎に来るんだけど、その寝台列車に乗ってる間に、小学5年生の頃のことすごくいろいろ思い出すわけですよ。なんか、たわいもないことをね、思い出して。で、たわいもないんだけど、まあちょっとなんか自分のことをなんか周りに認めてもらえないみたいな感じの、小学5年生の頃思い出していくんだけど、で、それを思い出がポロポロしてるんだけど、なんかまずその、なんていうのかな、旅に出るって過去を思い出すことだなってすごく思うんですよね。なんていうか、旅って、日常からの、逃避じゃないですか。で、日常って、まあ、未来とか将来とかの、まあ、なんか不安とかの中でみんな生きてるじゃないですか。その、将来どうしようかなとか、その、このままの生活でいいのかなみたいなことを、まあ、みんな大なり小なり思いながらなんか生活してて、で、まあ、ずっとここにいるのかなとか、そういうことも含めて、で、仕事とかも、まあ、仕事とかもやっぱり、みんなやっぱり将来のために、なんかキャリアとか、そういうことを考えながらなんとなく生きているわけですよね。でもなんか、なんで生活って住んでる場所、生活ってやっぱり、こう未来っていうものに対するまあ責任とか、そういうものがなんかこう、押しかかってくる場所だと思うんですけど、でもその、旅ってそういうものから逃げられる場所ですよね。その、なんだろうな。例えば、なんか、ローマに旅行に行ったりして、まあ、ヘルシンキでもいいんですけど、ヘルシンキに旅行に来て、その、やっぱりそしたら、
なんだろう、その歴史のある街並みとか、その国とか都市の歴史とか、まあ、建造物とか、まあ、その観光ってそうですよね、基本的に。そこに今あるもの、イコールまあそこの、その場所が作り上げてきた歴史みたいなものを見るじゃないですか。で、基本的にローマに行って、ローマ100年後のビジョンみたいな、その、歴史の都市から多様性の街へみたいな、その、シンポジウムとか行かないじゃないですか。その、未来のことは考えないじゃないですか。旅行に行って、その都市の。やっぱ未来のことって、これ僕タイに引っ越した時に、まあ、バンコクに引っ越した時に、大家さんに、家のゴミの出し方を教えてもらった時に、ゴミ分別、どうやって分別して出すんですかって言ったら、ゴミは、まあ、ここにまとめて、分別も多少はあるんですけど、今はもっと厳しくなってるのかもしれないけど、5年前ぐらいですよね。もう分別なしで、ここにとりあえず出せばいいっていう場所があったんですよ。その街角っていうか目の前の公園の、まあ、隅みたいな場所にあったんですね。で、そこに出せばいいって。なんかその時僕は正直、やっぱ分別しなくていいって楽じゃないですか。で、楽だなと思ったんだけど、やっぱ楽だな、その分別しなくていい、楽だなっていうのはやっぱり観光客の視点ですよね。なんていうか、まあ、大きな視点で地球ってことで考えたら、環境問題のことを考えたら分別はしなきゃいけないんだけど、やっぱりその都市の10年後、20年後を背負わなくていいわけですよね。観光客っていうか旅人って。で、まあ僕はそれから結局、まあタイで4年住んで、今も彼女がタイ人なんで、タイの未来っていうのが自分の未来と、まあ関わってくるところではあるし、将来そっちに住むかもしれないし、まあ、今は全くわかんないですけど、そういうことで考えると、やっぱり分別もした方がいいなってことになるんだけど、観光客って別に考えないですよね。その分別って。まあ、考えるべきなんだけど、まあ、そこまでその住んでる人ほどは考えないじゃないですか。だからそれってだから、その未来のこと考えなくていいってことですよね。旅人っていうものは。で、そう。だから、まあ、観光に来たら、まあ、その都市の未来のことじゃなくて、その都市の過去。まあ、それから現在のことを考えればいいわけで。そういう意味でも、旅に出ると、未来のこと考えなくていいわけですよね。そう、東京に住んでると、だから東京の未来、将来がどうなるか、住みやすい環境のままでいるかとか、まあ自分のその仕事のこととか、まあいろいろ考えるわけですよね、将来のこと。でも旅ってやっぱそういうこと考えなくていいわけじゃないですか。それがすごく、まあ面白いというか、そういうもんだよなってすごく思った話だったんですね、見てて。で、電車に乗ってどっか移動する。その、まあ、移動するっていうのはまた面白くて、その、電車に乗ってどっかに、まあ、旅行する。まあ、飛行機でもいいんだけど、やっぱ乗り物乗ってる時って、なんだろう。まあ、もちろんその到着した後のこと考えるってワクワクするってこともあるんだけど、なんか僕の経験としてあるのは、意外と、なんか、やっぱり旅に出るって、まあ、もちろん未来のこと考えなくていいわけですよね。キャリアとか生活のこと考えなくていいから、やっぱりぼんやり過去のことを考えるのにすごく適してるなって思うんですよね。旅の移動手段って特に。移動手段って特に、そのなんだろう。まあ、向こう着いちゃえばね、もういろいろなんか見て回ったりして、まあ、忙しくなるわけだけど、ご飯食べたりとか、まあ、計画立てて。移動中ってもう移動しかないじゃないですか、することが。だからやっぱりなんかぼんやり考えるわけですよね。過去のことっていうのを。なんかその感じすごくよくわかるなと思って。その思い出ポロポロの主人公もそんな感じなんですよね。小学5年生のことをなんかぼんやり考えてるって感じなんですよ。で、彼女は田舎に向かってるんだけど、やっぱりなんか田舎ってそれこそ、それ、田舎に住んでる人が、なんだろうな。山形に住んでる人が東京に来るとまた違うのかもしれないけど、やっぱ東京から山形に行くみたいな観光、で、地域振興みたいな意味での観光っていうか、その田舎に行く観光ってやっぱみんなどっかでこう懐かしさみたいなことを考えながら行くわけですよね。それもやっぱりある意味過去とつながってて、まあ、もちろん1980年映画の舞台ではの、話ぐらいの話、80年前後かなの話で、主人公はもう、なんだろう。30歳ぐらいなのかな？あんまりわかんないんだけど。20代後半かな？で、とにかくその人は、女性は、その女性の小学5年生の時のことを考えながら旅してるわけですよね。
で、一つシーンがあって、小学5年生の時にその女性は、なんかお父さんにぶたれるんですよ。ビンタされるんですね。田舎の山形のところでなんか女の子がいるんですけど、その女の子、まあ、もう10歳か、もうちょっと年上なのかな。なんかその子もたまにお父さんにぶたれるみたいなしてて、なんかこう、まあ、田舎ってちょっと、なんだろう。その主人公の子供時代とまた重なる部分も多分あると思うんですよね。東京の20年前が今、地方の現在になってるみたいな、なんか文化慣習みたいなものって、やっぱり東京の方が先にこう近代化していくというか、変わりようが早いじゃないですか。そういう意味でも、なんか、田舎に行くっていうテーマと、まあ、過去だ思い出ポロポロっていうテーマが、なんかこう、うまくマッチしてるなと思いましたね。で、その、そう、一個、僕これ、何か理解したことを喋ってるわけじゃなくて、疑問に思ったこととか、感想を適当に喋ってるだけなんで、あれなんですけど、なんか、お父さんにぶたれるんですよね、いきなり。その主人公の子の回想の中で、小学5年生の頃だから、わかんないけど、1970年代、60年代、60年代ぐらいかな。いや、なんか、ご飯、外食みんなで行くって時に、外食行く時お父さんスーツみたいなの着てたね。昔の人の、僕なんかおじいちゃんが、僕の両親の 運動会に行った時の写真とかたまにアルバムですごい古い写真が。だからもう何？ 50 年前とか写真見ると、4、50年前、50年前ぐらいかな。若かりしのおじいちゃんがスーツを着て運動会に行ってるっていう、なんかそれすごいなと思って。で、周りもみんなスーツなんですよね。スーツで行ってたんだよね、みんな。なんかその時代って感じがするけど、まあそれはいいんだけど、なんかそう、映画の中で、小学5年生の女の子が、なんか、だだこねてですね、行く行かないって。子供ってだだこねるじゃないですか。なんか、お気に入りのバッグが可愛いのないから行かないとか、なんかそういうわけわかんないこと言って、なんか、だだこねてて。で、行かないって意地張ってると、あ、じゃあ置いていくぞってなって、で、なんか、あ、やっぱり行きたいってなって、裸足のまま、玄関先飛び出すと、なんかお父さんが、裸足で、みたいなこと言って、ビンとするんですね。で、なんか、それ彼女と見てて、彼女が、なんでビンタされたのって言ったんですね。なんか字幕はなんかノーシューズみたいに入ってたんだけど。なんでビンタされたのってなって、確かに、なんで裸足だからってビンタしたんだろうって思って、で、なんかその後のシーンで、その一回だけだったって言ってるんですね。なんか主人公が。その、ビンタされたの、その一回きりだったって。で、一回だけビンタされちゃうとなんかいろいろ考えちゃうみたいなこと言ってて、なんでビンタされたのかなって、あの時だけビンタされた。なんであの時はビンタされたのって考えてるっていうので、言ってたんだけど、なんかわかんなくて、その、なんでビンタされたのっていう、私でそう。で、苦し紛れに言ってか僕が想像するのは、その頃、要はなんていうか、まあ、裸足で外に出るっていうことが恥ずかしいみたいな。いわゆるそのなんていうか、日本がその、すごく戦後、先進国と言われ、なんか西洋諸国にどんどん追いついていってるっていう世の中の中で、その、裸足で外に出る、っていうのは、恥ずかしいことなんだみたいな意識が日本人の中にあったのかなと思ったんですよ。言ってみわかるかな？要はなんか戦中戦後の時っていうのは、わかんない。僕全然わかんないんだけど、なんか、裸足で外に走ってたイメージ。でもなんかそれが、要は、運動会にはスーツを着ていくような人たちになったわけですよね、戦後。わかんない。その前もそうだったのかもしれないけど。そういう時代において、裸足で外に飛び出すってことが恥ずかしいみたいなことがあったのかなと思って、思いました。ってことを軽く彼女に説明したけど、
意味わかんないみたいなことを思ってましたね。確かに、裸足で外に出たからって叩かれるって。でもなんか僕は、その感じが、わからなくもないっていうか、そういう、しつけみたいなものがあるよねっていうか、日本では。気がするんだけど、まあなんか本当の理由はわかんない。教えてほしいですね。見た人で。なんであの時だけビンタされたのか。なんか他になんか理由があったのかもしれないし、僕は見落としてるのかもしれない。と思ったんですね。で、なんだろう、何の話だっけ。そう、旅とかの話。で、やっぱり、ああ、そう。旅に出るっていうのは、まあ過去、自分の過去を見つめることになるっていう感じがして。で、なんかで、分かり際ですね。そうそうそう。なんか後半に、なんかお嫁に来てくれよって言われるんですね。で、なんかいい人がいるんですよ。男の人で。で、その人のおばあちゃんかな。そのいい人っていうのは同世代の男性なんですけど、ちょっと年下なのかな。男性なんですけど、お嫁に来てくれっておばあちゃんみたいって言われて、で、動揺するんですね。で、要はそこはすごくその主人公っていうのはすごく、まともな人だなって思ったんですけど、そう。だから、動揺して、ってなるんだけど、要はそのやっぱり過去なんですよね。だから小学校男生の、記憶と、なんだろうな、記憶と、小学校年生の自分となんかこう、解剖しながら、まあ、来てるわけですよ。だから、現在から逃避してきてるわけですね。田舎に。でもそこに、嫁いでくれっていう話をされると、なんていうか、全然そんなこと考えてなかった自分ってのは急に恥ずかしくなったって話なんですけど、すごくよくわかるよね、その感じ。自分はお遊びで来てるってことが、まあ、見抜かれるわけじゃないですか。要はそこにも生活してる人がいるわけで、自分が現在から逃げてきた先に、もう生活してる人がいるわけですよね。そうだ、これはすごく面白いと思いませんかね。だから旅人って、なんだろうな。ずっと過去からこう、ある意味逃避し続けることができるんだけど、将来を見つけるためにはそこどっかでやっぱり向き合わなきゃいけないわけじゃないですか。だから、まあ、その女の人も主人公もなんか気づいちゃうわけですよね。これは過去から逃げてるだけだってことが。で、なんか最終的には30年前の映画だから言っていいと思うんだけど、最終的にはそうな、な、な、か、感想を伝えるために言ってるわけで、これ予約をただしたいわけじゃないんだけど、その女の人が、電車に乗って帰っていくわけですね。駅まで送ってもらって。で、また冬に来てよって言われるんですよ、その男の人に。で、次は小学5年生の私を連れてこないね、みたいなこと言うんですね、その女の人は。なんかその一言はすごくね、分かってんだなっていう気がした。っていうか、分かったんだなっていう感じ。だから、自分の過去とまどろみながら田舎に来ても、結局、なんていうか、まあ、表面的なことになって、まあ、それでいいんだけど、旅って、観光みたいなものって、それでいいんだけど、そこにも生活してる人たちがいて、で、そのちょっと、そ、その人たちと本気で向き合うためには、やっぱり自分の人生を肩入れしなきゃいけなくなるっていう、まあ、当たり前のことなんだけど、だから要は、過去のことを思いながら、思い出ポロポロしながら来るんじゃないってことを最後言うわけですよね。それはまあ、ある意味失礼な態度だっていうことに気づいてるっていうか、その主人公が。で、結局その電車乗って帰るんだけど、なんか次の駅で、まだ新幹線じゃないですね。在来線みたいな感じで、新幹線じゃないんで、で次の駅で降りて、反対側の電車に乗って、で、もう一回戻ってくるんですね。田舎の街にね。で、まあそれはだから、未来っていうのを暗示させますよね。まあ、それで結婚するかとか、そういうことは、まだ言われてないんだけど、なんだろう。だから、小学5年生の自分はもう置いてきてるわけですよね。
隣の駅に。で、未来のことを考えて戻ってるわけですよね。その村に。田舎の村に。で、それまでもね、すごく、で、今思い返すと、最初に村に、その女性が、要するに過去の自分と会話しながら、まあ、お楽しみのためだけに、私は田舎好きなんだっていう、感情だけで来た時に、なんか村の人たち、なんだ、紅花って言ってたかな。なんか紅花農家なんですね。紅花農家にこう、朝一番寝台列車から降りてきた時に、紅花農家の人たちのすんごい笑顔のアップが映るんですよ。で、なんかそれちょっと気持ち悪かったんですけど、最初見た時も。なんかそれ今思い返すと、やっぱりあれって、田舎を美化してる、その妙子の視点なんだと思うんですよね。主人公の妙子の視点。あんな笑ってるわけないもんね。すんごいニカーっとして、やっぱ田舎の人はいい人で、みたいな、まあそこまで端的じゃないにしても、なんかこう田舎をすごい美化している様子があるわけですね。で、その後のシーンでは、その紅花農家の歴史みたいな。で、昔、そう知的好奇心がある人なんですよね、多分主人公の人は。で、その紅花農家っていうのは昔、紅花ってなんかむしるわけですよ。で、なんかトゲがついてるんですね、多分茎かなんかに。で、むしるときに。で、今はゴム手袋があるけど、昔はなかったから、その紅花農家の人たちは、手を切って血を流しながら紅花を摘んでいて、その血の色が紅をより赤く仕上げたというみたいな、なんかトリビアルなことをそう言ってですね、いうナレーションが入ったり、それから紅農家の女たちは、京っていうかその都の女性たちが紅をつけてるわけですけど、その紅を、なんていうのかな、自分たちがつけることはなかったという、みたいな、ことをナレーションで言ってて、なんか、それってやっぱ距離を置いてるじゃないですか。実際自分が紅花農家じゃないから、年に1週間とか10日とか、まあ、お手伝いに来ている立場だから、そういうふうになんていうか、距離を置いて、まあ、話せるわけですよね。実際に自分がじゃあ紅花農家になるかっていうと、てかまず紅花農家じゃないわけですよね。その東京で OL をしてるわけですよね。どちらかというと、だからその紅をつけてるわけですね。毎日毎日。そういう人間が来てですね、その紅花農家の人に混じって、その紅花の歴史みたいな、紅花農家の苦難みたいなのを語ってる、その、まあ、リアリティのなさみたいなものが、まあ、ちゃんと、まあ、意図してやられてるっていうか、今思うとね、見終わった後に見るとやっぱ思い返すと感じるなっていう感じしますね。そう、紅花農家なんですよね。山形の紅花農家で。なんかその、だから主人公からすると、なんていうかその紅花農家みたいなものもちょっと美化してるわけですよね。でも最終的には、そういう自分と向き合うことになるんだけど、話が終わるときにっていう感じですね。なんか、そうだな。だからなんか旅とかって、やっぱりなんかこう、旅は楽しいし、大切なんだけど、なんかでも定住しないっていうのは、なんか僕はその自分の経験から言って、まあ、タイと日本とフィンランドを行き来していた時期っていうのもちょっとあったりして、まあ、どこにも定住してない時期があったりしたんだけど、やっぱりなんかそれって都合がすごくいいんだよね。ずっと世界中旅しながら今働けるじゃないですか。時代的に。トラベルブロガーみたいなことも人もいますよね。で、まあそれって、だから、それそれで、ずっと過去に囚われちゃうんじゃないかなって気もするんですよね。それはそれ大変なんだろうなって気がする。いや、なんか、将来のこととか考えるには、やっぱり、どっかにこう、所属するというか、だからやっぱりその、旅をし続けている以上、過去から逃げることはできるけど、
やっぱり、なんていうかな、将来っていうものが見えてこないわけですよね。でも、自分はここに、これやっていくんだっていう、この人たちとやっていくんだっていうのが見つかると、なんかそれは将来と未来と向き合わなきゃいけないんだけど、未来と向き合わなきゃいけないってことですね。だから向き合うことで過去から解き放たれるってこともあるわけですよね。で、思い出ポロポロは多分そういう話なんだろうなと思うんですよね。そう、なんか最後の方のシーンで、阿部ちゃんなんか出てくるんですよね。その、やっぱり小学5年生の頃のことを思い出すわけですよね、主人公の女性が。で、その前に、その山形のおばあちゃんち、おばあちゃんから、まあ、うちの嫁に来てくれって言われた時に、その、要するにこの人と結婚してくれっていう男の人はいないわけです、家に。で、そのまま家飛び出したら、その男の人が、たまたま雨に打たれてるところを見つけて、車で通りすがって乗せてくれるんですね。で、どうしたんだって言われるんだけど、あんたのお嫁さんになってほしいって頼まれたとは言えないわけで。で、なんかぼつぼつと、話を始めるんですけど、それがね、なんか嫌な感じで、その小学校5年生の時の記憶のことをまた話し出すんですよ。もういいよって感じですよね。勘弁しようって感じ。で、なんですよね。で、要はなんていうの？なんか田舎はそういう、なんていうか、病んだ都会人の、メンタルを、ほぐしてあげる場所じゃないんだって感じがやっぱするじゃないですか。で、オーディエンスがそう思うようにも多分作られてるんだろうけど、その、また話し出すわけですよ。なんか、私が小学5年生の頃みたいな。なんか、雨に打たれてて、どうしたの？みたいなこと聞くわけですよ、男の人は。なんかあった？みたいな。で、まあ、その女の人は、あんたと結婚してほしいって言われたのとは言えないにしても、なんか言うでしょ、普通。なんか、すいません、みたいな。なんか、現実的なこと。でもなんか、その女の人は、私は小学5年生の時みたいな語り出して、ウェーって思うんだけど、その内容っていうのが、そのなんか、阿部ちゃんっていう子がいて、なんか、すごく貧乏で、汚らしい子で、みたいな話をして、で、まあちょっと細々、その安倍ちゃんのことを、安倍ちゃんがこうだったから、結局私が一番安倍ちゃんのことを汚いと思ってた子供だったのよ、みたいな。なんか自己否定みたいな。なんか自己否定というか、私ってそういう嫌な子だったら、みたいなことを言うと、その、男の人がですね、いや、僕はそうじゃないと思うな、みたいな。きっと安倍ちゃんは君のことが好きだったんだよっていう。好きでそう意地悪をしてて、で、なんだろうな。安倍ちゃんは君のこと悪い人だと思ってはいなかったと思うよ、みたいなことを言うわけですよね。で、なんかそのシーンが面白いなと思ったのは、それってなんか、やっぱ過去のことって自分で一人でうじうじ考えてる間は、やっぱ、その見方って変わんないじゃないですか。で、やっぱりなんか、回想も、旅をするときに、自分の過去のことをゴロゴロ思い出して回想するっていうのは、悪いことじゃないんだろうけど、やっぱりなんかその回想して、こうだったな、ああだったなって思ってるだけじゃ、こう、何か変わることはないわけですよね。でもなんか旅先でそうやって人にこうやって、私の過去こうなの？みたいな。なんか話をすると、いや、そうじゃないんじゃない？みたいなことが、生まれるわけですよね。過去をある意味書き換えるというか、そんな記憶を書き換えるというか、なんかそういうシーンがあって、その最後の最後の方で。で、それをきっかけにして、なんだろうな、ポジティブに過去を捉え直すことができるっていうことがあるわけじゃないですか。で、そうすると、なんだろう、未来に目が向くこともあるじゃないですか。そういう話になってなって気がしたんですよね。だからその過去のことを、考えるんだけど、考えたときに、人と話してみるのもいいよねっていう、そういう当たり前のこと が、すごく、なんかそのシーンがすごく心地いいなっていう感じがしました。あ、画面が一回消えちゃった。そうそう、大丈夫大丈夫。そういうふうに思いましたね。
思い出ポロポロね。なんか、あとなんか物語の作り方としてっていうか、やっぱなんか、電車とかで旅に出るっていうか、なんていうの？内田やっけんのアホ列車とか、好きだし。あとは、赤瀬川原平の、尾辻勝彦の父が消えたっていう小説があるんですけど、短編小説が。なんかそれも、電車に乗って、墓地に行きながら回想していく話なんですけど、やっぱりなんかその、なんだろう、電車とかで、とか電車って、すごく回想するのに使える装置ですよね。それは、現実の世界においても、物語においてもそうだと思うんだけど、要はなんかちょっとたまにマウス動かさないと画面が消えちゃうな。要はその、なんだろう、お話って、どっかに常に進んでないと、飽きちゃうじゃないですか。読んでる人も見てる人も。で、回想ってつまんない。回想の危ないところは、なんていうか、物語をなんかこう入れ子の構造にして、場面をこう転換させて、話を見せることができるって強みもあるので、回想してる間じゃあ、その回想の箱になっている人はどうしてんのって話があるじゃないですか。ただ椅子に座ってぼんやり過去を回想している男の話だと、もうちょっとつまんないじゃないですか。でもやっぱなんか電車に乗りながら回想してるっていうのは、回想シーンなんだけど、一応その箱は進んでるわけですよね。箱は次の目的地に進んでるっていう、まあ安心感というか、物語がちゃんと進んでるっていう感じがあって、なんで回想シーンをするのであれば、その回想してる人はどっかに向かって、なんだろう、回想してる人も動いてなきゃいけないっていうか、そういう感じがあると思うんですけど、あるんだなと思いました。なんかそれはなんかドステーフスキーとか、ドステーフスキーじゃない、トルストイの、なんだ、戦争と平和じゃなくて、アンナ・カレーニナとかも、読んでると、電車の中で、結構いろいろ行き来するシーンがありますよね。まあそれはいいんだけど、要はそのなんか電車とかってすごく面白いなと思うんですよね。その物語になって出てくる電車って面白いなっていうか。そう。あとはなんかその妙子さんが電車で来るんですよね。で、まあ電車で来て、車で迎えに来てもらって、で、電車で帰っていくんだけど、そう、やっぱり思い出ポロポロの主人公、車に乗って山形に来ちゃダメだよねっていうことなんですよね。やっぱり、車乗ってきてたら思い出ポロポロなってないわけですよ。自分でハンドルを握って作るんじゃなくて、やっぱ電車に乗って揺られてくるから思い出ポロポロになるんだなって感じがそうしますよね。で、仮に、その大悟さんが、その思い出ポロポロの田舎で住むことを決めたのであれば、まずやることは多分車を運転できるようになることだろうなと思いますよね。わかんない。車を妙子さん運転してる、東京で運転してるシーンが出てきてたら、あれなんだけど。でも出てこないと思う。全てのシーン見逃してないわけじゃないから、そういうのがある可能性もあるのかもしれないけど、妙子さんって人を描くとすると、もちろん車を運転しないでしょうね。車を運転する人はやっぱり思い出ポロポロにならないよね。っていうふうに思いましたね。やっぱり電車ですよね、電車。そうね。だ過去ってものと電車ってものはすごく、何なんだろうね。この間千と千尋見た時もやっぱ電車だったしね。沼の底行きの電車に行くわけじゃない。だから沼の底ってのは、要はなんか、だから、あそこで記憶を取り戻すじゃないですか、過去の。あそこに行くことによって。だからやっぱ電車ってものが何かこう、まあ、過去っていうものとすごく結びついたものなんだろうなっていう感じがしませんか？しますよね。しますね。それは面白いなと思いましたね。なんか、やっぱりどうしても、高畑勲監督じゃないですか。思い出ポロポロって。で、なんか、そうすると宮崎駿のジブリ映画と比較して考えちゃうんだけど、やっぱりなんか高畑勲さんはすごくずっと
か人間のことを考えて、人間の命とか、そういうことを考えてるんだなっていうか、家族とかね、そういうこと、生まれるってどういうことかみたいな、生きるってどういうことかで、男とは女とはみたいなこととか、そういうことを考えてるんだなって感じがして。で、なんか宮崎駿監督ってもうちょっと、こういうことはね、宮崎駿監督のことなんてもう、みんな喋ってるし、語り尽くされてるから、僕は何か言うことはもうないような気がするんだけど。やっぱりなんかその、比較してみるとっていうか、すごい対になってて面白いなって感じがしますよね。宮崎駿監督なんていうか、ストーリーが、もちろん、なんだろう、主人公がすごいスピード走っていくシーンとか、なんか涙の流し方とか、なんかそういうアニメーションのテクニック的なところではすごくパイオニアなのかもしれないけど、やっぱり高畑勲監督の映画は、もっとこう、メタ的に遊んでるシーンがすごく多くて、例えばなんかもうタッチが変わっちゃうとか、隣の山田くんとかそうだし、ポンポコの最後もなんかカメラに向かってタヌキ話しかけてくるとか、あと、まあ、タヌキの描き方そのものも、なんかいろんな、見せ方をしてますよね。すごくこう、デフォルメ化されてるというか、まあ、いや、そういうふうな、なんていうか、やりたいことみたいなのが違うんだなっていうか、その方向性が全然違うのが、二人が、そのジブリでいろんな監督してる、作品をしてる、監督してるっていうのが、面白いなと思いますよね、見てて。でも、モニポロポロは、面白かった。し、なんか、やっぱり、重ね合わせて、考えちゃうね。なんか、自分のことっていうかね。自分のことっていうか、田舎に行くと、まあ、旅に出るっていうのがね、旅に出れてないじゃないですか、我々はコロナがあって、しばらく。旅に出るとね、やっぱりいいよね。なんかこう、過去のことを思い出しながら新たな、こう、なんていうか、視点が得られたりするっていうか。未来のことを考えなくていい観光、いいよね、観光って。でもなんかこの間ヘルシンキービエンナーレに行った時、ヘルシンキのなんか NGO みたいな環境保護団体みたいなのがブースを出してて、なんかこれから温暖化ガス2030年40年フィンランドはなんか環境問題どう取り組んでいくべきかみたいなブースがあって、なんかそういう意味では未来のことすごい発信してて、でやっぱり基本的には観光客って興味ないじゃないですか、ヘルシンキなんかもうやってるんだけど、2030年までのヘルシンキがどう、なんか僕もパンフレット見てこの間読んで、ヘルシンキがアーティストとかをどうやってと一緒にどうやって多様性のある街、そしてアートと市民の距離が近い街をどういうふうに作っていくかのビジョンみたいなパンフレットがあって、ちゃんと市が作ってるんですけど、で2030年までのビジョンみたいな、まあ、そういうのはやっぱ生活してる人が読むわけですよね。観光客は読まないじゃないですか。例えば観光客ってその今あるもの、あるいは過去からのものっていうのに目を向ける存在であって、住んでる人とは違うっていう、まあ、未来を見なきゃいけないっていう側面があるなっていうことを思いましたね。ということで、思い出ポロポロの感想でした。じゃあまた。